願いいたします。どうぞ。はい、朝日新聞の岩です。はい、午前中伺いました鶴保沖縄北方担当大臣の件ですけれども、はい、先ほどの菅長官も出席された衆院の決算行政監視委員会で指摘された政治資金規正法に係る問題などについて鶴保大臣から説明がありました。返金についても言及がありましたけれども、鶴保大臣の説明責任は十分に果たされたとお考えでしょうか。さっき私今同席したときに今質問されてお答えて答えられてました。今度の国会では一連の記事で報道された内容を初めて知ったと。さらに、政治資金については適切に処理するよう心がけてきたが、今後一層コンプライアンスを徹底するよう改めて事務所に指示したと。国交省の副大臣なり口利きをした事実はない。報道にあるホテル名義及び個人によるパーティー機については現在事実確認をしているが、疑念をもたらしかねないことから道義的責任の観点から対価相当額を返却をしたと、そういう説明されておりですね、現時点で判明している事実関係を説明されたと、このように受け止めております。いずれにしろ、政治家はですね、政治資金の問題について、政治家としての責任を自覚をし、国民に不信感を持たれない国民に対する説明責任をしっかり果たしていく必要があるというふうに思います。大臣におかれても自ら国民に対する説明責任は果たしていただけると、このように思っています。はい、朝日新聞のようです。そうするとこの件で改めて鶴保大臣から長官のお話を聞くということはもうないということですか。私今のところ考えてません。今日公開で、答弁されていた通りだと思います。はい、共同通信の小野塚です。はい、日露首脳会談の件で午前中も出たんですけれども、改めて確認です。プーチン大統領は今日のペルーでの記者会見で、その日露首脳会談の中で北方領土での共同経済活動を協議したということを明らかにしているんですけれども、その発言自体は、こちらでは把握はされているんでしょうか。そうした発言をしたということは承知しますけれども、具体詳細については分かりません。はい、関連して共同通信です。ではこの発言についてはどのように受け止められるんでしょうか。中身についてと、プーチン大統領の発言の解釈やその意味内容について、政府としてはコメントは差し控えたいというふうに思います。ただいずれにしろ事柄の説上に、また両首脳2人だけの会談であることからですね、具体的なやり取りについては申し上げられることは控えたいと思います。いずれにしろ我が国は4島の帰属の問題を解決し平和条約を結ぶと、それが基本路線であります。はい、確認で共同通信です。日本政府としてはそういうお立場ということだとは思うんですけれども、プーチン大統領の方はこれをオンの会見でお話をしているということなんですが、これについては何かご所見ありますでしょうか。そこについては特別ありません。どういう形で発言されたのかということは私は私も承知していませんから。はい、東京新聞の福島です。今の関連なんですけれども、今回この共同経済活動というのは、90年代から、あった話だと思うんですけれども、で、これまで両国間でですね、受け入れ可能な、形態の模索というのも書かれてたと思うんですが、現段階でですね、日本政府としては、その日本の法的な立場を害さない形でですね、共同経済活動をするということは、可能性があると見てるんでしょうか。私も先ほど午前中申し上げましたけれども、一般論と北方四島における共同経済活動については我が国の法的立場を害さないことが前提である旨述べて、今日まで述べてきておりですね、私自身も、一般論として、申し上げているところであります。従来と変わらないということ。すみません、確認ですけれども、現状においてその法的立場を害さない形での共同経済活動というのが、そのできないと日本政府として考えているわけではないということ。我が国の法的立場を害さないことが前提であると従来から申し上げてきた、その通りです。はい、関連で時事通信社の中西です。プーチン大統領は今回首脳間のやり取りを会見の場で明らかにしたという意図や狙いについてはどのようにお考えでしょうか。
どういう形で明らかにしないということは承知してません。はい、産経新聞の広瀬です。天皇陛下の負担軽減を検討する有識者会議について伺います。本日民進党の野田幹事長が会見で、今回のヒアリング対象者について陛下の対応を認めない人が大勢いて世論とかけ離れると発言して、ヒアリング対象者の人選を問題視しているようですが、この点について政府はどう思いますか。野田幹事長がどのような発言をされたかについて詳細は承知しておらず、コメントは控えたいというふうに思います。で、有識者の皆さんは予断を持つことなく議論を行うと、そういう趣旨を踏まえた上で、特定の立場に偏ることなくバランスのとは人選が行われていたんじゃないでしょうか。いずれにしろ有識者会議では専門家の方々のご意見を十分に伺いながら、引き続き天皇の公務の負担軽減について予断を持つことなく、静かな環境で議論を進めていただきたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。